こんにちは。こんにちは。本日も神田翔海さんのこの多目的スペース神田ギターベースですね、そこをお借りして、撮影しております。前回も和田さんに来ていただいて、はい、リッケンバッカー331ライトショーを紹介してもらいましたね。はい、早速2回目のお招きありがとうございます。はい、本日の、はい、貴重なギターを、お持ちいただきました。ご紹介ください。はい、これです。ギブソン、SG ではなくて正確にはギブソンレスポール。レスポールです。1961年製と言いますのは、これまあ SG のシェイプですけど、まだ SG っていう名前はこの61年当時はなかったんですよね、っていうのはどうしてかというと、これは要はレスポール、あるじゃないですか、いわゆるレスポールモデルですよね、はい、あれがなんとあの当時あの 思いのほか売れず。売れない、信じられない。そう、信じられないですよね、はい、でギブソン社は、モデルチェンジを してしまったわけですよ。もうシェイプを変えちゃおうということで、この形になったんです。あのいわゆるレスポールのシェイプからこれになったんですよ。だから要はレスポールなわけですよ。まだ結構違いますよね。でもこれだから知らない人びっくりしてるんですよね、その情報ね。これレスポールって思わないですよね。だから多分フェンダーを意識したんでしょうね、このダブルカッターウェイの感じとか、はい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 、にしちゃちょっと独特ですけど。うーん、まだね、名前がレスポール。ほらここを見てください、ここにレスポールって書いてあるんです。書いてあるんですよ、しっかりトラスロットカバーに。そうで、いろんなそのまあ文章を読むと、なんかあの レスポールさんとの契約が切れて、それでそうそう このモデルチェンジしてから、2年の終わりぐらいまででしたっけ。 3年まではレスポール、レスポールです。あ、そんなにレスポールだったんですね。で そのうちレスポールさんとの契約が、エンドースの契約が切れて、でレスポールさんの名前使えなくなっちゃったので、それでギブソン社はまあ、ニューネームとして SG っていう名前。 SG? SG 知ってます？ SG な、何の SG だ。何でしょう。ソリッドギターですでそのまま芸がなさすぎません。ちょっとフェンダーのギターってもっとほらテレキャスターとかストラドキャスターとか、ネーミングがおしゃれなんですよ。それに対して SG というのは非常にひねりがない、まあ、いわゆる、まあ、それはソリッドギターですよね。ギブソン SG、SG になってよかったと思いません？名前、まあ、あの紛らわしいですよ ね。どっちのレスポール、みたいな。いや、今ではその差別化を図るために、今ではレスポール SG という呼ばれることが多いですね。いや、なんか一説によると、そのレスポールさんが、このモデルチェンジの、話を聞いてなかったっていう、まあ、勝手にというか知らないところでモデルチェンジしてしまったっていう説があって、でレスポールさんがなんでこれ聞いてないよ、この形好きじゃないよっていうことで、それでそのエンドース契約を63年に打ち切って、レスポールという名前を使えなくなってしまったっていう説もあるんですけどね。ありますよね、ありますよね。そっち、意外とそっちなんですか ね。そっちの説の方が好きですね、僕も好きですね。レスポールさんが気に入らなかったっていう、それ結構好きだ なんかね、でもね、今となってはもうすごいいろんなロックレジェンドたちが、まあ使用して、まあ、すっかり、まあ、メジャーというか ロックを代表するようなね、ギターにはなってますけどね。レスポール時代の SG って、そこそこ高価になっちゃったじゃないですか。今ですか、値段調べたんですけど。調べました。出てません。え、出てないですか。売ってないです。ちなみに僕これあの30万で買いましたから、ちょっと待ってください。30万。これ僕が一番最初に買ったヴィンテージギターなんですよ。あ、そう、98年、そうそう、ファーストアルバム撮り終わってで直後にヴィンテージギターが欲しいと思ったんですよ。それであのレスポール そのほら現行品は持ってたから、なんかこう同じハムバッカーでこうなんかあった時にバッて変えられるように、一応同じハムバッカーででもシェイプ違いが欲しいなと思って、でそれパッと思いついたのが SG だと思って、そうだからもう SG を買うっていうつもりで行って SG くださいっていう感じで店員さんに言ってSG くださいで、
3本ぐらいあったんですよ。あったんですね。3本ぐらいあって、うんうん、で僕はその時もうその仕様の違いとか何にも分かんないから感覚で、あ、これじゃあこれにしますって言って、でその時店員さんが説明してくれたんですよ、うん、ピックアップがもうあの変わってますと。あ、だから安かったっていうのもありますね。そうなんです、うん、これオリジナルは要はパフじゃないですか、はいはい、パフなんて今単体で買っても半端ないですよ。もうすごい高いと思います。で、まあ、パフが乗ってればそれなりの値段いってたと思うんですけど、あの70年代のピックアップに変えられてますって。そうなんです、ね、で別にその時、あ、全然あのいいっすよみたいな、気にしないよって パフとか知らなかったから気にしないよっていう感じで、あ、じゃあこれ でしかもなんかこう結構、ね、ネックウラも吹き直してあったんです。リフィニッシュされていた。リフィニッシュされてたんですよ。ビグスビー、ビグスビーのB5 か、はい、短い方の短いです、はいはい、あれがついてたんです。いろいろいじられてたっていうことで、まあ、一番の原因は多分ピックアップでしょうね。30万円絶対買えないですよ今。絶対無理ですよね。それでそこからずっとだから割と近くにいる、一番付き合いが長いヴィンテージギターですね。これあの僕これ購入した数年後にあのレスポールカスタムの58年買ってるじゃないですか、はい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 、58年、あの黒いやつですね。で、あれって3ハムじゃないですか、うん、3ピックアップですね、はい、あれをもともとなんかあれなんかちょっとこうセンターピックアップのこう配線がなんかこうなんかちょっと複雑な感じになってて、うんうん、結構使えない音だったんですよ、うんうんうん、だから普通の配列にしてたんですよ。なるほど。だから真ん中使ってなかったんですね。だったら、あ、あれを移植すればいいんじゃんと思って、3パフですからね、はい、だからそこのパフとここにもともとついたらその70年代のピックアップをこう入れ替えたんですよ、うん、だから今ここにはそのもうパフがついてるわけですよ。そのカスタムから移植した。そうなんです。だからフロントはだから買った時のまま、はい、まあ、ナンバードパフなんですかね、70年代の。そうでもリアは、はい、パフが乗ってるんで、こんな。じゃあこの音で、はい、曲の方を和田さん曲やってもらいたいんですけども、はい、篠田さんじゃあ、リクエストどうぞ、はい、後ろにありますけどクリーム I'm so glad。 あー、これは一人でですよね。一人でなかなか一人でやんないですよこの曲は。いや、 やってもらいたいなと思って。わかりました。じゃあちょっと、ギターソロ付きで。もちろんです、もちろんです。一人ですけどギターソロも弾いてもらって OK です。じゃあいいですか、頑張ります。お願いします。はい、I'm so glad, I'm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  so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I don't know what to do, I don't know what to do, don't know what to do. I'm tired of weeping, I'm tired of moaning, tired of crying for you. I'm so glad.I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. Tired of weeping, tired of moaning, tired of groaning for you. I don't know what to do, I don't know what to do, don't know what to do, yeah. I'm so glad.I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad.
I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad, yeah! Yay! いやー、ありがとうございます。最高です。ありがとうございます。もうちょっと一人でね、やってもらうにはちょっと大変でしたけど、ね、ソロのところあのルーパー使いました。ルーパーであのバッキング、はいはいはい、バッキング使って、はい、でないと一人になっちゃうからそう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 、どうしようかなと思って。いや、いいと思いますよ。あ、本当ですか。かっこよかったです。最高です。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、では、はい、恒例の恒例の分解コーナー。うーん、いいですね。見たことないかも、この SG の中身。はい、はい、そうですね、はい、ではまず行ってみましょう。はい、はい、これコントロールキャビティの中ですね。あー、うん、これですね、いわゆるこの、これ、この蓋を。そうです、そうです。はい、外してみるとこのようになっておりますね。なるほど、うん、ホットとかはオリジナルっぽいですよ。うん、僕が全くあの詳しくない部分ですね。ああの黒いなんか専門外な感じです、ね、はい、黒い、はい、黒くて赤い文字で書いてるコンデンサーあるんですけど、ブラックビューティーって呼ばれてるコンデンサー。1万円もっとするかもしれないですね。1個ですか、はい、いやー、 0.02 ってやつなんですけど。え、これオリジナルじゃないんですよ。じゃない、うん、なんか付け替えられてるみたいで。うーん、オリジナルはね、なんかちっちゃいセラミックコンデンサーなんですよ、ね、あ、そうなんですね。じゃあ僕が買った時にはもうこれだったってことだったみたいですかね。ではお次の、あ、これはこれね、フロントピックアップ。お、お、な、なんでした？これ、ナンバードですね。あ、やっぱそうだ、はい、パテントナンバーが書かれてあります。パテントナンバー、じゃあ70年代のナンバードなのかな。うん、60年代後半から70年代なんですかね、はい、かもしれませんね、うん、ちょっとはっきりした年代は分かんないんですけど、うん、あ、うん、はい、パラさんが付け替えたパテントアプライド4って書いてあります。あ、正真正銘パフ。あ、レスポールカスタムから移植した、うん、あ、あのちょっとゴールドですよね。あ、本当だ。あの、あのね、後ろの、そうですね、カバーが、ね、際の部分が、カバーが、カバーがやっぱそうなんだ、うん、ね、このシール見るだけでもなんかこう、ありがとうございますっていう感じですね。バブルね、うん、そしてこれフロントのピックアップの座繰りなんですけど、ネックのジョイントがディープジョイントって言って、うん、すごい中までこう入り込んでる。あの切れ目の部分。そうです、そうです。 あそこまでネックの一部なわけですね。そうです。あ、出た出た。皆さん、これは何だと思いますか。これトレモロユニットなんですけど、スイングアウェイプルサイドウェイトレモロ。何かというと、つまりもともとこのレスポール61年製についてる、はい、まあアームですよね。うんうん、うん、変な形してますねこれ。ここにね、カバーがついてる、はいはいはい、実際はね、カバーがここに。カバー取るとこうなってるんですよ。あ、ここ、ここ、そうそう、ここ。これがね、うん、カバーつけるところかっこいいんですよ、でもね。確かにビジュアルはかっこいいんですけど、うん、なんかこれ外しちゃう人結構いるみたいですね。使えない。そう、そうです。つまりそういうことです。つまりね。つまりそうです。ただフェンダーと対抗するために、うん、きっとアームをね、アームをつけたんですよね、トレモロ。ですね。そっか、いやー、これフェンダーのトレモロに比べるとやっぱちょっと完成度はね、ちょっときついものが。実物、あ、和田さんの、はい、僕のね、ケースの中に、そうそうそう、僕の、そう、僕これ、はい、買った時もうこれケースにずっと入ってるんですよ、これ。そうそうそう、でこれをこういうふうにこう、そう、そういうふうに、まあ、こうなってるのか。そうそう、それをこうして、で、しかもこうやるんじゃなくて、ストラトみたいにこうするんじゃなくて、こうするんじゃないんですよ。はい、あの、こえっとね、どうでしたっけ。こうじゃないですか。これちょっといいですか。ちょっといいですか。これもともとこうついてですね。もともとこうついてて、え、あ、こうだ。そうそうそう、こっちにこっちにこうやるんですよ。ウィーン、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 ウィーンって。そう、慣れない人はね、こっちやっちゃいますよね。ダメです。こっちやっちゃダメだよ。こっちにやるんですよ。うん、そうそう、もともとはこういうビジュアルで、で、僕だから。一番最初に買った時にそのビグスにビグス B5 がついてて、はいはい、で、まあ、僕アーム使わないんでほとんど、
取っ払ってストップテールピースにしちゃったんですよ。うん、そういう人多いですね。それだとでも SG ってここが間が持たないんですよ。なんかここがでチューニングは安定したけどなんかルックスイマジだなと思って、うん、それで僕が考えたのは、はい、これのここですね、はあ、ね、その時の何にもない状態のここにこうやってつけて、ほらボディが薄いんですよ SG って。33mm しかないらしいですね。 33mm 激薄じゃないですか、うん、そんなエレキギターってあんまないですよね。フェンダー 45mm ぐらいですからね。レスポールは薄ね、もっと厚いし。だから僕だからその当時 SG のすごいこう悩みが、うん、こうストラップで肩からかけると、はいはい、こうズル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 ってこうヘッド落ち、ヘッド落ちするよ。手離すと、手離すとすぐズル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 ってこうなっちゃうんですよ。それで僕が考えたのはこれをね、こうやってここに飾りとしてつけるんですけど、うん、はい、この中に鉛を仕込んで、なるほど、それで鉛がずっと入ってたんです。それ楽器屋さんにお願いして、あの鉛を、はい、結構重いやつですよ、はい、それをつけてこれで隠すっていうか、だからルックス的にはこうなって、なんか、うん、ね、このオリジナルのルックスになんかちょっと近いんだけど、でもアームはついてねえよなみたいな、うん、そういうなんかちょっとまあ独特のビジュアルをしばらくしてたと思うんですけど、ね、で、まあ、十何年その状態が続いたんでちょっと、まあ、飽きちゃいまして、はい、それで本当に割とこの何年か前ですよね、うん、何年か前にこの、うん、ビグスビーの B7 になるんですね、に、付け替えました。この、はい、であんまりあの改造しなくていいように、あのビブラメイトっていうのをネットで買って取り付けて、で自分で、まあ、取り付けたんですよ。で自分で取り付けたのをシュナラさんに、見てもらったら、若干の調整ね、あ、そうです、あのあ、もうちょっとここ越したらいいですってシュナラさんに、あのよりこうあの強度を高めてもらったんですよ、ね、やっときました、はい、やっときました、ありがたいですね、はい、もういつもね、はい、ありがとうございます。で今ではもう非常にこう、うん、こんなやっぱこうルックスこういいっすよ、やっぱこう B7 いいっす ね合いますよね、うん、はい、で今はこういう感じになって、いや素晴らしい、おります、はい、はい、ヴィンテージギター、希少なギター所有している中で、うん、まあ、SG というのはどういう位置に、いるギターでしょうか、うん、さんの中で。僕の子の子はもうね、付き合いが長いですから、うん、でしばらくずっとメインギターでしたし、最近はちょっとね、あのメインの座から降りてしまってるんですけど、うんうんうん、でも、はい、なんだろう、まあ、言うなれば昔のクラスメートみたいな感じはありますよね。しばらく会ってなくても久々に会うとこういきなりもうああってもういきなりなんかこう自然に会話できるあの感じ、あの感じなんですよ。それいい表現だな、うん、はい、だからそういうポジションですね、うん、だから、うん、ずっとメインってわけじゃないんですけど最近は。でもなんかこうやって久々にこうやって手に取ってもなんかパッて馴染むような感じはありますね、まあ、かなりレコーディングもこれでやったし、ステージもかなりやりましたからね、はいはいはい。あと最近気づいたんですけど、どんな格好にも合うんですよ、どんな服装にも。例えばカジュアルな服にも合うし、ピシッとスーツで決めてても、これ実はこの色味も服の色がどんな色であっても大体馴染むんですよ。それ最近気づいて、これすげえなみたいな。大体こうなんていうか、この色の濃さとこの演じの感じが大体どんな服でも合うっていうことに気づいて、ね、これはなかなかおしゃれなギターだぞと最近再確認しました、うん、だからアンガスヤングも持ってても違和感なかったりして半ズボンでもね、半ズボンでも確かに違和感ないわ、うん、なるほどね、うん、なるほど、 なるほど、すごいギターですね、はい、そういう意味にしたらね。そうなんですよ、うん、であとはだからなんだろう、いわゆる定番のストラットとかレスポール、テレキャスターっていうのが例えば嫌な人、ちょっとこう、うん、ちょっと自分はちょっと違う、はい、そういう王道じゃないギター弾きてえぞっていうような人にはおすすめかもしれないです、うん、でもかといってそんなに変態なギターでもないので。そうですよね、そうなんですよ、なんかそのちょうどいい、うん、とこにいるんじゃないかなっていう、その、うん、適度にマニアックだし適度に王道っていうか、うん、はい、今回も大変貴重なギターを紹介していただきました。いやいや貴重な、ありがとうございます。30万今30万じゃ無理ですか。無理ですよね、とてつもない値段なので。いやいや、でもなんかこの2回目のね、うん、この、僕の会っていうんで、これを選んでいただいたのはなんか
あ、嬉しかったです。よかったです、ね、一番付き合いも古いですし、はい、あのそういうリクエストもあったんですよ。 SG やってとか、そうなんです、ね、まあ、もちろんレスポールやってとか、テレキャスやってとかありまして、うんうんうん、まあ SG いいかなと思って、うんうんうん、今回 SG にさせていただきました。 ありがとうございます。では皆さん、また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。